こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、売れるアカウントの作り方、これについてお話します。まず、大前提としてですね、Amazon の場合、購入者は私たち出品者からでもなく、Amazon から買ってると思ってます。ここを理解しないとですね、余計な作業が増えてしまったり、本質に遠いところで、いろいろ苦労することになります。で、Amazon から買ってると思ってるということは、アマゾンの名に恥じない、アマゾンに、危害を加えないというかですね、損害を与えない、もっと言えば手間をかけない、出品者であるというふうにアマゾンに理解される必要があると。アマゾンというのはね、人が判断するんではなくて、主にシステムで判断するような仕組みになってます。で、今までの経験でトラブルを起こしそうな出品者とは、というのをアマゾンは持ってまして、まず初心者、それから FBA を利用しない大量出品者、ガイドラインを理解しない出品者、これらがトラブルを起こすというのを Amazon は分かってます。ですからシステムでですね、このような出品者にできるだけ売らせないような仕組みが作られてます。そのため、転売アカデミーのサポートはですね、できるだけ速やかに50取引をクリアして初心者から脱出すると。FBA を利用する自己発送での大量出品はしない。あと、ガイドラインに書いてあることは質問しないというようなやり方で、売れるアカウントを作ります。これ、売れるアカウントというのはですね、SQL アカウント。これ仮にね、付けている名前ですけど、初めは初心者の方、この B 級あたりから始まります。トラブルを起こすとね、週休に落っこちます。これね、週休に落っこちると、なかなか売れないです。で、まず B 級でですね、問題ない取引をある程度すると、A 級アカウントになります。その永久アカウントがですね、さらに Amazon が好きなこと、Amazon を喜ばすような運営をすると SQL アカウントになると。で、どうやるとね、この SQL アカウントになるか、これは皆さんサポートしててですね、ノウハウが蓄積されてますんで、この考え方でね、まだ理解できてない方、SQL アカウントじゃないんじゃないかな、永久アカウントかどうかも怪しいなという方はですね、早急に A 級、S 級アカウントになるように、チャットワーク、あるいはスカイプサポートを有効利用してですね、売れるアカウントを手に入れてください。この高くても売れるアカウントを手に入れることが Amazon 輸出で儲ける鍵です。ご相談、ご質問お待ちしています。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。